はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、業務スーパーの僕のおすすめ、一番のおすすめですね。からし明太子。これがですね、70g で175円なんですよ。ですから、1g あたり 2.3 円。2.333。100g だと233円。なんです。安いんですよ。安い。だいたいネットだと、ネットで普通に買うと、100g あたり400円くらいからが、まあ安いたらこですね。まあ楽天とか、ああいうところだった気がします。で、西友にも安いやつ、あります。100g、255円。西友にも売ってたんで、あ、安いなと思って買ったんですけどね。西友のはね、着色料がね、入ってたりするんですよ。で、食べて感じたのはもう明らかに味がね、薄い。うん。スケトウダラの味がしないんですよ。で、対してこっちは、変な着色料もせず、透明な卵なんですよね。透明感がある卵なんです。はっきり言って着色料なんていらないんですよ、食べ物に。僕ほんといろんな食べ物そうですけど、いらないです。梅干しもとかもそうなんですけどね。まあいいでしょう。漬物とかいろいろ、いろんな色してますけど、はっきり言って僕ね、いらないです。スケトウダラの卵、ロシアまたはアメリカ、発酵調味料、食塩、デキストリン、唐辛子、タンパク、加水分解物、酵母エキス、調味料、アミノ酸、甘味料、ソルビトール、酸化防止剤、ビタミン C、ナイアシン、発色剤。発色剤が入ってますね。亜硝酸、ナトリウム。酵母エキスと、調味料で味付けをしているっていうことなんですけど、どんな、こんな感じでですね。で、まあ、見た目ね、悪いって思う人もいるかもしれませんけど、はっきり言いまして、この明太子、実は、すごい人気で、そうだなぁ。3回行って、1回あればいい方。だから、その荷物、品出し、トラック来て、出てきたタイミングじゃないと、ないんですよ。人気なの。みんなね、これ買うんですよ。だから、だいたい置いてある時は、もう冷凍された状態。冷凍された状態で置いてあるんですよ。で、そこで、その、お店で、お店出てる間に解凍されていくんですけどね。もうほんと冷凍されて到着しましたっていうような状態でしか、ほぼほぼ買えない人気商品です。美味しいし、安い。うまい。あ、もう味がするのね。うん。いや、西友の明太子ね。味が全然しなかったな。だからなんか、どうなのかな。保存の仕方が悪くってなんか味が抜けてんのか。わかんないけどね。これは味がもうビシッとして、それでいて、めちゃんこ安いんでね。あんまりおすすめしたくないんですけど、業務スーパー1には争うおすすめ商品ですね。うまっ。うまっ。うまっ。